のチョロ Q がロボットに赤外線操作でとことこ歩く世界最小級の人工知能搭載二足歩行ロボロボ Q。 ロボ Q の全長はわずか 3.4 センチ。世界最小級親指サイズのロボットだ。赤外線コントロールが可能。前進ボタンで前進、旋回ボタンで左旋回、右旋回、赤外線操作で簡単コントロール。前進ボタンでスピードの3段階調整も可能。ロースピード、ミドルスピード、ハイスピードを使いこなせば自由度も倍増。コントロールだけじゃない、人工知能で意思を持って歩く。人工知能と障害物認識ユニットを搭載し自立歩行を実現。コントローラー中央のオートボタンを押せば回避モード。目の前の障害物を認知しかわしながら歩行するぞ。考えながらキュートにとことこ歩き回る姿に癒されよう。旋回ボタンを押しながらオートボタンを押せば追跡モード。目の前の物体を認知し自動で追跡だ。ペットのようについてくる姿は超キュート。4つのバンドがあるため4体同時に遊ぶこともできるぞ。コントローラーには炭酸型アルカリ乾電池4本を使用。本体はコントローラーで充電。追跡モードでオートチャージにチャレンジしよう。充電時間20分から30分でおよそ3分以上遊ぶことができるぞ。遊んだ後は本体をコントローラーに収納しよう。セット内容は本体とコントローラー、さらに専用ボールとプレートが8枚ついてくる。ラインナップは全部で4種類。ロボ Q は予算型ロボットが世界最小級だと思います。この小さい中にセンサーやコンピューターバッテリーが搭載されています。人工知能と考えて壁を避けながら歩いているんですね。こういったリモコンで操縦することもできます。非常に楽しいです。癒されます。遊び方はあなた次第で無限大。自らの意思で歩行する。世界最長級人工知能搭載二足歩行ロボ Q。